バーニー君には簡単な動き、前に行って後ろに行って右向いて左向いて真正面向く、そういった簡単な動きをやっていただきたいと思います。では画面をねご覧ください。まず先ほどですね説明があったように、必ずプログラミングにはタブレットであったりとか、スマートフォンが必要になります。そして一番最初ですので、必ずスタートの合図のブロック、このブロックがアイコンと言われるものなんですが、これを並べていくことによって命令を下していきます。でまず最初にスタートの合図、次に前に行って後ろに行ってっていう行動の場合は、この緑のブロックを選択します。今回は前に一歩行ってもらいたいので、前向きの矢印をこのスタートの横に近くにやると離すだけでくっついてきます。今度は後ろに一歩行ってもらうので、後ろ向きの矢印を右側に入れます。そして今度は右側に向いてもらいたいので、この右に曲がっている矢印、これが必要です。この先ほどの前と後ろは1って書いてるのは一歩一歩なんですが、今回の90っていうのは90度を表しています。で右に向いて90度で、今回、よく多分子どもたちが間違いやすいのは、じゃあ反対側の左側にって言ったら、このままだとただ真正面を向いてしまいます。だから今回は180真逆を向いてもらいます。そして最後にもう一度右向きに、今回は90度で OK だ。で今回せっかくですので、最後ご挨拶できるように音を出したいと思います。こんにちはと。で音を出すときにはこの紫のアイコンを使います。紫のアイコンを一番最後にポンと上げます。では実際どんな動きするのか見てみましょう。よいスタート。こんにちは。はい、このように、簡単にプログラミングは、今回は、このレゴブースに関しては左から順番にブロックを入れることによってプログラミングをしていきます。では次に簡単なミッションにチャレンジしていきたいと思います。で今回のミッションに使用するのは、この同封されているこのプレイマット、こちらですね。これを使ってミッションにチャレンジしていきたいと思います。ミッションを説明します。逆ですね。まずバーニー君をここのスタート位置に置きます。そして真ん中、ちょっと独特しいやつがあるんですけども、そこに今回は障害物を置きます。で障害物はこちら、皆さんご存知でしょうか。レゴランドジャパンのアトラクション、オブザーベーションタワーでございます。こちらを真ん中に置きます。そして最後にこの的をこの辺りに立てて、バーニー君の肩には実はダーツがついてるんですね。ダーツがついてるので、これを発射することでこの的を倒したいと思います。では実際やってみましょう。バーニー君をここに置きます。オブザーベーションタワーをこちらに置きます。そして的をこちらに置きます。で一緒にプログラミングしていきましょう。まずバーニー君にしてほしいのは前に行ってほしいですよね。なので先ほどありましたように、まずはスタートの合図、そして動きで、一歩前で、このまままっすぐ行くとオブザベーションタワーが倒れちゃうので、今回は手前側に避けたいと思います。手前側に行くためには左に90度回る。で90度回っただけではその場にとどまってしまうので、もう一個前に、ってことは一歩前のブロックを入れる。するとまだ真正面を向いてしまうので、このままだったらこけてしまいます。ですのでもう一回右向きに90度で、できるだけ近い方が落ちやすい、倒れやすいですので、2歩前に行きましょう。今1歩になってますが、ここを押すと歩数が増えますので、意味します。そして最後は重要、肩のダーツ、ここについてますが、ダーツがここについてますが、これを発射するためのアイコンが青の
この的を当てるマークですね、これを最後に入れます。さあこのバーニー君は的を落とすことができるでしょうか。実際やってみましょう。では用意スタート。前行って左向いて、初めてうまくいきました。はい、まあこのようにですね、今回はうまくいきましたが、たまにね、あの地面がボコボコであったりだとか、あるいは角度がうまく曲がらなかったりだとか、そういったことがあります。それを子どもたちがこんなこういったミッションをクリアする中で、どこが問題なのかっていうのを一緒に考えながら、クリアしていきます。それとこう、ね、楽しみながらですね、プログラミングを学ぶことができるんじゃないかなと思います。で今回、ご覧いただいたのは一つのミッションの例でありますので、お家では他にもいろんなミッションを、作ってクリアしていってもらえたらなと思います。以上でデモンストレーションを終わりたいと思います。ありがとうございました。